はい、こんにちは、ストライドでいきましょう。人狼ジャッジメント趣味1、人狼に占い1、霊能1、カリド1、パン屋1、女王1、サンタ1、偽占い1、ささやき狂人1です。なんか やたらカクカクすんな。なんだこれ、何が起こってるんだ。人狼ジャッジメントが重いのか。そんなバカな、昔のスーパーファミコンみたいなフレームレートだね。でも人狼ジャッジメントって別にスーパーファミコンでもできるよな。まあ、できないか。キーボードが無理か。あ、でもキーボードあったわ、スーパーファミコンに。何の話してるんだ。1990年代の話だぞ。みんな精子だ、まだ。卵子くらいか。いやいや、待て。卵子くらいかっていうのはおかしいな。精子製造前のお父さんのリンパ液の中ぐらいの感じだな。お父さんの体内のリンパ液の中。お歯落ちするか、これ。重いな、これ。重すぎる。延長希望、延長希望。サンタ、フランクサンタなの？あ、そうなの。わあ、すごい。ああ、占い師さんか。ちょっとメモってっか。ちょっと待って、重かった。占い明日決め打ちでいいよ。この女王部屋で最強の人外は佐々木。女王一殴ったり役破ったり仕事ある。その鈴木がグレーじゃなくて占い出るとは思わない。グレー一釣りしたら明日占い決め打ちでいいよ。サンタ二人いんの？え？いや、プレゼント先ファイジでいいじゃん。いやいや、ロラじゃなくてプレゼント先せーので言わせようよ。オッケー。え、せーのでいい？うん、300。フランク釣りで。ん？は？マリアはもらったって返事なの？は？もらったって返事なの？え、うんじゃなくて。なんで合わせなかったの？まあいっか。サンドラは後から使用した理由ってなんだ？プレゼントクロスって何？これ占いって相互だよね、これ。
マリア釣りでもいいか。でプレゼント先どうするかね。片白。あ、占いに。なんで時短した？それ言う意味ある？なんだったの？あ、はい。すごいな。まあ、マリアまで釣り切ればいいんじゃね。なんかめちゃくちゃだな。よくわからんな、フランクは。お、いいね。噛んでくれた。ありありあり、よかったね。噛んでくれてよかったね。パンはこれ噛まれる仕事だから、よかったです。カリウドとか変に噛まれなくて。よかった。これ勝ちだろ、もう。勝っただろ。おはよう。よし。マリアかわいそうすぎん。時短よろしく。カミラ黒。あー、延長よろしく。ほう、ソフィアなんだ。サンドラ勝てんやろ。多分君対抗してたのミスだよ。サンドラなんか村のためのピエロになっちゃったな。この部屋狼に忖度せんと村君勝てない。10秒前。ただのかわいそうな人じゃねえかよ。なんじゃないサンドラ、わかんないよまだ。だってアンナにまず渡したじゃん。でちゃんにプレゼント渡したっしょ。
今日は今に渡すでしょ。10秒前。あ、まあ今日、まあまあ今、まあフレディでいいか。で、今日エマ噛まれるじゃん。で、エリックするじゃん。まだ勝てるって、勝てる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 よ。勝ちのルートあるよ。大丈夫だよ、まだ。まだいけるよ。え？は？払い捨てだろ。これ、もう死ね、これもう死ねんでしょ、今の。払い捨てだろ、今。払い捨てだ。払い捨てで噛まれた。払い捨てじゃねえか。サンドの勝ちルートあったくね、別に。別に勝ってたんじゃね？次回よろしく。うん。次回よろしく。うん、でもサンタってさ、勝てたんじゃない？カミラがエリックに黒出ししたら、で、エリック、カミラが相互に黒出しし合ったらよかったんじゃね？カミラ、エリック相互に黒出しし合って、で、ロラで、シンの方から釣れば、いけたよね。別にサンタの勝ちの目あったよね。サンタ村側についても勝ったと思うけど、別に。噛まれ位置でもよるけど、はい、ということで謎のサンタさんでした。ジジイ。